岡田監督、ハマチに苦言。阪神は1日の広島戦に2対2で引き分け。延長12回8番手で登板したハマチ増美投手は、味方の攻守にも助けられ、無失点に抑えた。先頭の野間にライト前ヒットを許すと、続く堂林には犠打で送られ、ワンアウト2塁とされた。続く小園は申告敬遠でワンアウト1、2塁となり、迎えた代打松山はのイジーの攻守に救われ、レフトフライに仕留めた。さらに、代打坂倉にはど真ん中のカットボールを捉えられ、打球はセンター方向へ。だが、センターを守っていた近本が見事にスライディングキャッチを見せ、ウワントチームを救った。ハマチは、反省するところもあると思うので、しっかり切り替えて次に向けてやっていきたいですと話した。また、12回にはタイムを取って安藤投手コーチや野手がマウンド上に集まる場面もあった。岡田彰布監督は、ハマチはやっぱり余裕がないんやろな、サインがわからへん言うのはな。バッター抑えるだけじゃないからな。いろんなことをチームとしてやらなあかんわけやから。サインがわからへん言うのはな、オーンと苦言を呈していた。オフに一定ドラフト1位で出すのが決定だわな、オーン。オーンさすがに訳しようよ。ハマチは表情がな、息の良さで打ってた時の顔と全然違う。腹くくって鬼の形相でやってほしいわ。中日の松山なんてうざいほどに勝ち気な顔してる。ハマチさ、プロとして情けないぞ。サイン覚えてないのか、そもそも知らないのか、野球脳が足りないのかな。ウエスとして一塁刺したかったのにってことやろな。ハマチ頭悪いんかな。先祖のハマチはもう卒業してもらわないとお前。はっきり言うて。成熟した働きぶりになってもらわないとお前。はっきり言うて。困ったものよのう。おん。どんでん早稲田だからかもしれないけど、ほんまに発達系で大変な人は覚えられへんかな。明らかに混乱しているように見えた投手も仕留められない攻撃力の弱さ。ハマチはいつも投げる前からいっぱいいっぱいやな。もっと自信持って投げてみたら。守備体系から牽制または偽投とか違うかな。最後の最後でハマチ投入。おいおい岡田監督って思ってしまった。自信がないのが伝わってくる。8気合が足りない。負けないことが大事。最後、監督めっちゃ怒ってた。